ケッ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 ケどどどんどどんどんどどんどん丸さが丸さで始まったどんどどんどどんどどどんどんどんどどんどどんどどどんどん丸さで丸さで今日もはじまったほら今日も自由に遊んでる二人中年のおっさんが30、40、50と60代までいけるはずさ声を大にして言ってやろうか新世界からほら発信世界中でいうストリーム巻き込んでく俺らのこのストリームああストリートからまた発信するこのまままっすぐ突き刺す拳みたいにどこ行ってる男武士全開で電源限界まで行くぜ展開の余地なくほら今日も繰り返してるミュージックただ音を首振ってる首振ってるそれだけさどん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 今日も行くぞどん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 今日も行くぞドンが始まるドンが始まるドンが始まる丸さで始まる始まるドンが始まるドンが始まるなんかすごい音いけあお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 わばべけんべきゅうちけあおあおわばてきてくちけちゅうちけちけはい、始まりました。はい、始まりました。今日もどん、はい、どん。もう、何回目かも分からんぐらいやってますね。もう分からへん。もう、ようさんやった。ようさんやった、ね。ようさん、ボリュームようさん。で、はい、やりやしてもらいます。今日何すんの？今日は、この間のまた続きをやります。あ、続きを。制作というか。あ、はい。またちょっと、ラップを取り直してみました。取り直してみて。はい。ほんで、ちょっと、オケもしっかりしてました。はい、そうですね。オケがすごい、うん。あの、ちょっとミックスされはったんですか？もう、そうやな。だいぶ音がバランスよくなったんで。なんかな、この間、実はこの間ここで弾いたやんか。はい。これは、ベッドで弾いてん。ベッドで弾いてん。ベッドで寝ながら弾いてん。寝ながらこう弾いてん。そうそうそう。そんなことできるんですか。そうそう。俺寝る方で得意やもん。寝る方が得意なんですか。そうそう。だからほんまは、ライブは。僕は地味編以外で寝ながら弾いてんの見たことないんですけど。いや、もうずっと寝ながらやってるから、はい。寝る方がうまく弾けんのよ。え、そうなんすか。そうやねん。だからな、はい、ライブステージにやな、はい、こう寝そべって弾いたりしはるんすか。そうしたいねんな。ほんまは布団引いてほしいねん。布団引いてほしい。ベッドに入るんすか。ステージに布団を引いてくれれば、はい、まあまあまあ演奏を聴かせれるしな。で言うたらリラックスしてるときが一番演奏で。ああ、そうですね、うん、言いますね。声もリラックスして撮った方がいい。そう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 。そんな寝るときが一番リラックスしてる。そうですね。まあ究極の無防備ですからね。そうやろ。だから それのときが一番ええから布団引いてくれたら。みんな上から見てくれたやんこう。すごいすごい状況ですね。状況やな。まあモニターをこう設置して全員布団に入ってるわ。入って。うん。まあ雑談が多いな。ほんま。飛んで、はい、なんか、制作のついて今日もこれ最後。はい、最後です。もうこれ最後ぐらい、はい、これ最後やって、はい、またライブとかもいろんなところで、そうですね、な、はい、もうギター弾いたり弾きながらやったりもできるから、はい、だから、これ、もう流れようか。え、もう全然進行してや。はい、実はね、血圧の薬を飲み忘れてて、うん、でそれさっき飲んだんですよ、うん、ほんならすごいボーっとしててやっぱ血圧が下がるんで、うんうんうん、なんかこうなんていうんですか、テンションと裏腹な体調になっちゃうんですよ。あまた病気ネタかい。ボロボロやからな。ボロボロですね。俺今日な、はい、血液検査全部出てきました。はい、あ全部合格。
あ、合格なんですか。あの、合格ってコレステロールとかってことですか。そう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 いうの精密なやつも全部ヘモグロビン A1C とかも出てきました、うん、でなんかな、はい、俺、まあ、また風疹と端がないしもうずっとなってるけどもうそれが分からんかったんやん。ほんとは どっちとも抗体が上がってんねん。あ、ほんなら風疹にも端かにも刑事さん過去になってたんですね。でほんでなってんねんけども、はい、最近にかかったのがどっちやねんっていうことになるやんか。あ、そうかそうか。あ、そのかかったのがどっちか分かれへんから分かれへんからもうなったから、うん、抗体が出来上がってるから、うん、俺どっちもなってる思うねんけどだからなったからおかしいなぁ思って。でも一度なったらならないんでしょって言うやんか、はい、いやほんならなどっちあの病院検査行ったら、はい、そのはしかの方の抗体も上がってるし、はい、言うたら風疹ですか。風疹の方も上がってんねん、はい、通常よりか、はい、上がっとったから、はい、あ、どっちかかってんやろってなって あ、そうか、その時点ではもう治ってるから、うん、あれなんですね。そう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 、そのなかった方も抗体ができ上がってるんです、ね、そう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 。あ、ほんでどっちが、その抗体も最近できたようになったら多いわけやねんな。あ、数値が高いからな、はいはいはい、まあ、どっちとも高いから、はい、ほな体弱ってんのかとなるやん。あ、体弱った抗体が強なるやん、はい、そんなになってんのかなっていう。ほんなら病名がなんか分からんようになってくるやんか、だん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 原因不明ですか。原因不明やったから一応全部で調べてみたんですか。調べてみて、でも異常はなかったです、ね、まあ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 、はい、でも風疹にもはしかにももうかからんやろ。はい、もうそうですね、一生かからないですよね大丈夫ですよねあれから体でもやっぱ微妙に調子悪い。あー、まあ大人になってからかかるとしんどいって言いますもんね。高熱も出るし、うん、ね、下手し子孫が作れんくなるって言いますもんね、うん、ほんでな、足とかもなんか朝起きて一歩目とか言うとなんかな、肩痛いねそれはあの、寝る姿勢があれなんじゃないですか。いやいやいや、こんなんなかったわ。こう、ね、こうストレッチしたらなんね、はい、それあの病気は関係ないじゃないですか。そうそうそう、もう体のだからごっつい老化が、老化が起きたんや思うね。ああ、老化現象ですか、うん、見た目は若見えんねんけど。あ、でもありますよね、気持ちは若くいても、うん、結局見えへんとこでね、うん、そう、はい、うちの親父がもうねそれなんですよ。なんかまあ見た感じは若く見えるから、うん、本人も若いつもりでいるんですよ、うん、だからなんぼでもさい、あ、言いましたっけ、突然仕事を辞めたって聞いた聞いた聞いた、はい、突然仕事辞めて何回目な、2回か3回目ぐらいのドンで、はい、その、はい、話言ってましたっけ。でも辞めてからね、実は2ヶ月間何もしないんですよ大丈夫かこのスタンと思いながらほならね、あれなんですよ、まあちょっとその話になって言ったら、うん、いや、なんぼでもあるよと、うん、黒猫におったんで、うん、まあ事故も一切なくて違反も一切ないから、うん、あのどこでも取ってくれるよこんなって言ってたんですけど、うん、いや57のおっさん取るみたいな年齢で言うたらもう還暦前のジジイですからね、うん、ね、あ、なんかお客さんですか。お客さんですか。行ってきてもらって大丈夫です僕一人で進行しますんでなあ、まあまあまあ、はい、はい、ください言うたら、まあ、前までいいかな、はい、からな、まあまあまあ、まあ、一応手話たこ焼き やからこんなことしてるけどもこんなことた こ, ここたこ焼き屋やで言うとけどほんまあのたこ焼き屋なんほんまに あそこだけですよ完全にもうこの辺とかもあの完全にあのミュージックバーのもうちょっと趣味を入れ込みすぎたこんなスピーカー置いてないですからねあのイベントとかをやらないバーにはそうやろ。まあまあ趣味の店やなだってあの表にもスピーカーバーン2発バーンバーンってだから趣味の店やから全然儲かれへんわいやもう儲けましょうたこ焼きどないかしてくれたこ焼きどないかしてくれみんな寄ってくれたこ焼き食うてくれまあそんなんもう置いといて、はい、あのちゃんと話戻そうや、はい、制作今日制作、ね、撮り直しました。撮り直しました。この間のまあちょっとこの間はまあぶっちゃけ撮っただけやったんで、まあ今回もちょっと爪甘いんですけど、まあこの間よりはあちょっとようだった、まあ、まあまあ練習もしてあれし撮ってるんで、エフェクターもかけたりしたん。まあちょっとだけリバーブかかってるんですけど、あ、そうなんや。でまあ声ちょっと3本普通のバース部分を3本とフックのとこ2本とっていう、うん、はい、撮りました。録音したら大体どれぐらいかかった時間。
僕の場合ね、もうあのこれは結構その爪が甘いんで、うん、1時間ぐらいで終わったんですけど、あだから相談声でもええんちゃう、はい、うん、もうちょっとね作り込んだ方が良かったかなと思ったんですけど、またそれはまた作り込むことでしょ、まあそうですね、とりあえず、まあうん、まあ毎週こなして大手んねんから、その間にそうです、ね、なんか何が出来上がるでしょうかみたいな感覚やからな、はい、まあ言い出したらキリがないんでね、まあまあどっかで落ち着けな、そうやな、あれなんで、もうこれ落ちやんな、まあそうですね、これ落ちで、ほんでまあまあまあ次、まあそうですね、ちょっとこういうのをあと 2,3 回繰り返して、そうですね、なそういうのにちょっとしようか、はい、じゃあ、聞いてもらいましょう、あじゃあ早速出来たてほやほやいうやっちゃうやななんせ昨日撮ったっすからねこれじゃあほんだちょっとほんだら行きましょう、はい、ごめん、さっきのベースにしとったからあの、じゃあさっきのドラムこれとっとったから、あ全部音が抜けてる状態なんですね、そう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 、いや、いきます、あの、アレシさんバレたな使い回してるのですか、手脱いだんバレたな、今ので先週もこのビートでやらんかったんすかそういえば手脱いでんのバレバレやはムカつくとうっとい腹立ってて気がつくとムッとし人として割と終わってる沸点低めいつも凝ってる破滅すればいいと思ってる人の不幸を見て踊ってる俺変化認めへんわしょうもないことですぐに喧嘩頭足りてない何がや好きなんはマリアンナやちっちゃい自分でええんやそんなんやから何もねえんや方が早いいいことあらへんほんましょっぱい俺はゲのゲゲのゲゲのゲ最低気回りないゲのゲ下の方下の方下の方それでいいそれでいい俺はゲのゲゲのゲゲのゲ最低気回りないゲのゲゲスの極みそれでもキラリ光るもんがあればそれでいい喧嘩売るときは相手見るどうしたろうかなんで行くこんなんばっかでハンマーした隙間挟まって出れへん無理や向き合うほど嫌いな生きてくことに期待な理解なんてせんでいい指さして笑ってればいい普通ってなんなん教えてくださいネットの受け売りだらない臭いやつうるさいこと言うよそ見ばっかしてすぐ転ぶ七点抜刀俺はなど周りのやつらドープでマッド尻滅裂で決別し人生仕切りして別々に俺はゲのゲゲのゲゲのゲ最低気回りないゲのゲ下の方下の方下の方それでいいそれでいい俺はゲのゲゲのゲゲのゲ最低気回りないゲのゲゲスの極みそれでもキラリ光るもんがあればそれでいい無感動でほんまさんのよく言うたら俺はフラット並んでええねんええやつどっちか言うたら迷惑って思われるくらいでええなんやなるんなら一人でええネガティブがループして目がいくスマイルが引きつってビクビク普通が苦痛ってなんやねん嫌やったらなんか頑張れそうなんやったら俺になんであかんあかんってこれに慣れてもうだからどうしようもない今更やで本当になとことんまで転げ落ちるでダメの極みが見えてくるで俺はゲのゲゲのゲゲのゲ最低気回りないゲのゲ下の方下の方下の方それでいいそれでいい俺はゲのゲゲのゲゲのゲ最低気回りないゲのゲゲスの極みそれでもキラリ光るもんがあればそれでいいなるほどな。あれ、それも、もう告知、言うてまうねや。もう言うてもうたらやらなあかんねんで。はい。いや、もちろん、だって、
その分ね、うん、音楽、自分の音楽力が上昇するんで。あ、ほんだもう言うちゃったから、はい、てっちゃんギターやりだします。はい、ちょっとギターを覚え、ね、せっかくギターこんなにあるしね、うん、ミュージシャンたくさんここ来るんで、うん、ね、楽器弾きの人たちが、うん、そう、教わらない手はないっていう。そうやんな、はい、やってみておもろいかもしれんしな。そうですね、まあ教わるっていうかね、せっかくあるからこれ弾いて、弾いてみて、うん、ね、できることしとったら勝手に弾けるなんねんで、はい、常に触ってたら、そう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 、別に家でわざわざ買わなくても、うん、ここにこんだけあるから、来てもうたこ焼きだけ食うとったら、そんなたこ焼きいっぱい食うてくれよ、ね、ギター弾けるってうん、そうや、なんかドラマーもおるし、うんねえ、あ、この話終わって話やったらこっちやろ。はい、そうですね、ギターは後やな、後、はい、後で話して、はい、で、今日はこれ取り直してくれてん。取り直したんですけど、うん、刑事さんも音変わって、うん、結構まあ最初に撮ったやつは結構ちょっと暗めでしたよね、うん、音の感じが。でも今回すごい明るくなってて、寝ながら弾いたからかなあんま変わってないねんけど、まあ、え、ほんますか、うん、いや全然感じはちゃいますよ、雰囲気は全然ちゃいますね、前のと。でちょっと僕のリリックが前のやつに合わせて書いたのもあって、うん、すごい暗いし、うん、まあ今こんな時代じゃないですか、うんうん、ね、あのしんどいことしんどいって歌われても誰も共感してくれん、いや、うん、みんなしんどいねんっていうだからもうちょっとポジティブなリリックを書こうかなっていうなるほどね、はい、まあ自分自身も暗い、僕超暗いんで、うん、あ、これ次もう一回発展するいうこと、ほんだらもう一回だな、書き、これはこれに対して書く、まあこのリリックはリリックでまた別のビートがあったら、うん、ら無駄じゃないんで、うん、あ、ほんだらまた変わる時がこれ、はい、来るか、そうですね、まあ一回これ今日のこれはね、これで終わりですけど、まあ、ほんだら変わったら一応みんなも聞きたいわけですかそら一応な、聞きたいですかね、いやそ聞きたないかもしれんけどでも一応変わったら報告しようや、まあまあそうですね、変わりました、はい、こんなパターンもありましたよっていうの、はい、そうですね、俺もことは勝手に変えとくかもしれないそれだけの曲が違う曲にどんどんなっていくどん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 なっていくという、はい、そ発展していくのもおもろい、まあそうですよねな、はい、うん、これどん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 これはこれまだここで終わりじゃないよという、そうですね、うん、はい、ワクワクするんちゃうみんなもワクワクしてくれるんですかね一曲でどこまで遊ぶねん言うて、いやでも結局ねその一曲が出来上がったらもうそれで終わりじゃないですもん、ね、そうより良くしようとして、うん、それ変わることもありますしね、聞いたりもまた次ほんだらリリック変わったら今度俺、はい、ほんだらギターのパートはライブで弾くわ、あ、生で、はい、それに俺はチャレンジする、はい、わかりました、あ、また全く違う腕になると思うでそうですね、まあでもこれからちょっとこういう制作を見せながら、うん、そうやな、やっていけたら音楽番組らしくなってくるじゃないね、最初とかね、ほんまにもうくだらない話をずっと延々1時間ぐらいしてましたけど音楽番組っぽくなってます？いや、まあ、一応音楽はしてるじゃないですか、前はほんまに演奏だけして、あとはあの好き勝手喋るみたいなもう、ね、うん、まあまあちょっとようなっていってるような、はい、な、はい、まあ、せめてもね、こうこれを見たら、うん、あ、音楽ってそうなんやみたいな、うん、がね、分かれば、そうやな、はい、まあ、こんなんもあるねんで、はい、面白いかなと思います。もういろんなんあるから、まあ、あくまでこれでも僕らの話ですけどね、僕らがやってる、そうそうそう、ね、もうその王道な人らからしたら、いやそんなんもう邪道ってなるかもしれない、邪道やっちゅうね分かっとるっちゅうねそれ狙っとんねんまあでも我流でね、かっこいいって言わしめたら勝ちじゃないですか、ね、そうやな、まあまあ楽しおがちや、はい、あ、まあ、またこれをまたちょっと進めていきます、はい、ちょっと発展させていきましょう、いきます、はい、ほんで、もうそろそろな2曲目もやろうか、はい、やりましょう、2曲目なのかな、まあ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 、そうですね、まあこれはこれであれして、また違うのやらないと、ほんだ俺ずっとこれループしてますからね、だから俺また作って、こんなん今あれやで、あのちょっとみんな分かってない思うから、はい、どないしてやっとんねやろうなと、あ、このそんなん興味あるんじゃ、あ、次やりましょう、じゃあな、今日あれなんで、あ、そうか、はい、次しゃべろうか次それネタにしましょう、うん、次はじゃあ次回はあのどうやってコミュニケーションを取ってるのでしょうかと、かっていう、週に1回しか会えへんのに、はい、世の中こんな便利になりましたっ っていうそういう前ちょっとね説明したっすけど、ね、そうそうそう、はい、もうそのことでいこうか、はい、やりましょう、
だからあの次のはためになると思うんで今日のはまあためになる、前回ためになるような気したで、前回ねマイクの話、そうですね、今日はまあためになる今日はあの結果発表しちゃいますからね、そうそうそう、で、せっちゃん今度からギターも弾きますどんどん、半年ぐらいで、そうですね、年末までに弾き語りで何かできたらなっていう、おっ、はい、なんかもう僕それできるようになったらあれですよ、道頓堀とかに持ってって流しでやりますよ言っちゃいましたよもう言うたらやらなあかんからないや言って追い込むんすよ、やらなあかん、そう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 、嘘つきって言われへんように、そうや、なかなかあいつ口だけやでってなれへんようにやるために追い込むんすよ自分、そうそうそう、まあ半年言うたら結構頑張らな無理やないやあの一曲なんで別にあのケジさんばりにブワー弾けるわけじゃないんでね、せめてコードを抑えれて、うん、まあちょっとこうぎ音がルーティーンできるぐらいになればな、はい、はい、やってみましょう、なんで、はい、よろしくお願いします、こちらこそ、はい、じゃあ次回は、次回はあのそのちょっと制作の裏側も含めて、裏側も含め次離陸も変わるという可能、はい、可能性があると、はい、リークはもう変えます、変える、もう今週中に変えます、はいはい、可能性じゃなくて変えますあもうということです、はい、はい、ほんだら次の離陸と今回の離陸がどんなところが変わったのかみんな見いや聞き全然違うものテーマがまず違うんで離陸は変わります、離陸が変わればどんな風に聞こえが変わるのだったかどんなキャラやで今のまあまあそういうことです、はい、はい、じゃあ次回もドンよろしくお願いします、よろしくお願いします、じゃあさよなら、また来週もよろしくです。